あ、皆さんこんにちは、本日は、今日卒業ライブを控えている生田絵梨花さんの同い年代表として、生ちゃんに向けてちょっとコメントを残そうかなと思っています。はい、そうですね、生ちゃんと私は唯一の今いるメンバーの中の同い年なんですけど、いや入ってきた時からすごくすごく努力家で輝いていらっしゃって、本当にずっといくちゃんの背中を追いかけていたんですけど、今回のアルバムのリード曲の最後のタイトハグでは近くのポジションになり、より仲が深まり、私としては本当に嬉しく思っています。いくちゃん今日きっと緊張したり、いろいろな思いを持ってステージに立つと思いますが、会場に来てくださる方も、配信で見てくださる方もぜひ、いくちゃんって心の中で叫びながら見てください。いきますよ、こんな感じです。それでは